こんにちは。チャンネルアジア救い守りスクール担当の荒木和弘です。今日は一人でお話をさせていただきます。今日お話しするのは、拉致問題から考えた国防の欺瞞ということなんですが、11月号の月刊正論、これですけれども、これに私の論文を寄稿し載せていただきました。ここにありますが、日本は自力で拉致被害者を奪還できるかという内容でございます。で、私はこの9月の5日まで15年間予備自衛官をやってまいりました。で、予備自衛官になったきっかけの一つがこの拉致問題でございまして、拉致問題に取り組む間に、この問題はやはり国防問題ではないかというふうに考えるようになり、でやはりということは最後は自衛隊が何らかの仕事をしなければいけない、ただそう言っていてですね、自分が安全なところにいるというのはいかがなものかと思っていたときに、ちょうど平成14年から予備自衛官制度が一部変わりまして、それまでは現役をやった方でなければ予備自衛官になれなかったんですが、平成14年から一般の自衛官を経験していない人でも予備自衛官になれる制度ができました。でこれは一般と技能と2つありまして、一般というのは33歳以下、若い人を対象にして合計50日間の訓練で予備自衛官にするというもの、それからもう一つは技能で10日間の訓練で予備自衛官になると。その代わり、語学ですとか衛生ですとか建築土木とか情報処理とか、そういう技術を持った人間を入れていくということでございました。で私は2期平成15年に予備自衛官補ということでですね、技能公募の挑戦後で予備自衛官補になりまして、で10日間訓練を受けて、そして9月6日に予備自衛官として任官をしました。当時の階級が予備二等陸曹、旧軍で言えば軍曹と伍長の間ぐらいにあたる階級ですけども、そこに任官をして15年間、結局訓練だけなんですが、それを続けて退官をしたということでございます。で、この予備自衛官のことについてまた後半の方でもお話をしますが、さてこの自衛隊が拉致被害者を救出をするということについては、私は最初言い始めた時にかなり批判があるんではないかなというふうに思ったんですね。これは今までの日本の風潮から言って、そのようなことはすべきでないという声が多いんではないかと思っておりました。ところが実は結構そうでもなくて、一般の方々はそれはそうじゃないかというふうに言ってくれる方が少なくなかったんですが、逆に、元自衛官とか現職家はですね、それはできませんというような声を意外なほどたくさん聞きました。でこれはどういうことかというと、自衛隊法の中にある自衛隊の任務役割にですね、そのようなことが書かれていないとか、あるいは憲法上できないとか、または情報がない、情報がないのに取り返しに行けるはずがないとかですね、そういうようなこと等々でありました。で結構そういう意味でそんなこと言われる方と半ば口論になったということも少なくございませんでした。最近でもまだやはりそんな任務は自衛隊は持っていない、警察がやることだとか、あるいは情報もないのにですね、入っていってどうするんだというようなことを言う人は未だに残っています。で、正論の論文は、そのことについて主に書いたものでございまして、でじゃあ本当にそれでいいのかということであります。で一つはその情報がないとかそういう話なんですけれども、情報がなかったらやらないということが理屈として成り立つかと。情報がないんだったら集めればいいだけの話でありまして、それは例えば消防署が、
燃えてる建物にですね、が一体どうなってるか分かんないから消火に行かないとか、警察官が、まあ、誰かがですね被害に遭っている、しかし詳しく分からないんで情報が取れないから助けに行かないとかいうことは許されないわけで、もちろんこれは自衛官だって、同じでございます。国を守るということで拉致被害者が実際に向こうに囚われていて、そしてそれを誰かが取り返さなければいけない、外交交渉とかそういうことを今までやってきたけども全く効果はなかったと、まあ、強いて言えば16年前に5人が帰ってきた、これだけでございます。それ以外はこの拉致問題を国政の最優先課題というふうに言っている安倍政権においても、まあ、何も進展をしていない、まあ、正直なところはそういうことではないかというふうに思っております。で、法律がどうか憲法がどうかということですけども、少なくとも憲法に日本国の、まあ、国の機関である自衛隊が拉致被害者を救出してはいけないということは一言も書いてございません。書いてないんだからできると思うのが普通ではないかと思います。で、警察ができることというのは日本国内、つまり日本の法律が及ぶ範囲でその法律の実行を、まあ、要は法秩序を守るということが警察の任務であって、法律が適用されない国外に囚われている人を救い出すというのは警察の任務ではありません。それからじゃあ外交でやるかということになれば、じゃあ外交でやってきた結果が何だったのかというと全く誰も取り返すことができていない、これは当たり前の話でございまして、北朝鮮は最初から別にその連れて行くぞというふうに言って連れて行ったわけではなく、秘密裏に連れて行って、そして自分たちの工作活動ですとかさまざまなことに使っているわけですから、それを簡単に話し合いしましょうつって返すような種類のものではありません。北朝鮮の中に例えば自分で旅行をしていてですね、そして行方不明になったというような人が例えばいた場合に、それを助けてくださいということを北朝鮮の当局に頼むというのは話わかりますが、北朝鮮の当局がそもそも連れて行ってしまっているわけで、その人たちをですね取り返すことができない、ということはやはり外交であればもうそれが限界だということです。ではじゃあまあどうしなければいけないのか、憲法とか自衛隊法以前の問題として、国家が国民を守るというのは当然のことでございます。そしてその中でやっぱり最後の、まあ、守りというのは当然軍事力があるわけでありまして、だから自衛隊が存在をすると、これに、いくら変な理屈をつけて、見たところで国家全体の整合性ということから考えれば、これ以外に使えるものはないということだろうと思います。アメリカにいくら頼んだところでそれをですねやってくれるはずはありません。核やミサイルであれば、あるいはアメリカは一緒にやると、というより、まあ、日本が核問題で、核を持っていない日本が核問題で交渉しようと思ってもできるはずありませんから、これはまあ基本的にアメリカにやってもらうしかないことではありますけれども、拉致問題は逆にアメリカがやってくれるということはありえない。この間トランプ大統領はスピーチの中で金正恩に恋してしまったというようなことをですね、言ってました。まあ、そういうジョークだとしても、これ日本の総理大臣はとてもまさか言えないことでありまして、そんなことしたら国民から非常に強い、反発を食うでしょう。で、やっぱりそれだけ当事者ではないということなんですね。で、じゃあ取り返すとしたらどういうことをしなければいけないのかということですけれども、日本としてまずだから情報の収集が必要です。で、確かに反対する人が言うように、情報がなければ向こうに行くことはできません。北朝鮮の中が一体どういうふうになっているのかと、これを北朝鮮から脱出した人とかさまざまな情報をですね集積して、北朝鮮のどこに何があるかと、どこに誰がいるかというようなことを情報をしっかり、把握をしておくということが必要です。そして行った時に、どういうものが必要になるかとか、そういうことの準備をともかくしておくということが一つ。
それからあとは例えばこれは陸上自衛隊の特殊作戦軍の初代軍長であった荒谷隆さんが言っていたことですけれども、向こうに対する威嚇という意味でも、例えば交渉するときに制服の自衛官が一緒にですね行って横に座っていると、これだけでも北にとっては非常に強い圧力になります。要はいざとなったら日本はやるぞということを示しておく。これは北朝鮮という国は非常に分かりやすい国で、力が全てですから、日本が力を使うかもしれないということになれば当然恐れて引き下がる。逆に、日本はいくらやっても大丈夫だと思えばもうやり放題のことをやってしまうということだろうと思います。で、このようなことを考えてまいりますと、ともかくやはりこの拉致問題で自衛隊を使うということは当たり前の話である。これどこの国、外国どこで考えても自国民が拉致をされていれば、それを取り返すのに軍隊を使うということは当然のことで、日本だけが例外とされるべきことではないだろうというふうに思います。でその点を改めて、見直していただきたいと思います。で予備役ブルーリボンの会では去る7月の7日に、拓殖大学で、シンポジウムを行いまして、でこのことについての議論を行いました。先ほどお名前出しました荒谷隆特殊作戦軍初代軍長、あるいはその特殊作戦軍の副中隊長だった吉本正弘さんらが登壇し、私もお話をしましたけれども、この問題について議論しております。 YouTube 等で見ていただければその映像を画像をご覧になることができますので、ぜひご覧いただき、また先ほど申しましたこの正論の私の原稿をぜひお読みをいただきたいと思います。後半ではもうちょっとディープなこの自衛隊の問題についてお話をさせていただきます。一旦前半を終わります。ありがとうございました。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、石橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。